これはどこだったのかな、この石な。これはここで帰りたいかね。文次郎山古墳、ああそこね、馬見丘陵公園の横にある古墳のね、これはどこなの、この石は。底石なのかな、底石、底石でございます。来週の目標だったかな、一応予約をしたんだけどね、空いてるいうことで。まだ空いてるんでしょうね。爆薬古墳来た。 年にね、2、3回しかないもんでね、時間がね、ちょっとね、10時から言うとるけど、どうやろう。開けてくれとればね、ちょっと中見れんねんけど、墳丘が A 墳で 50m くらいあるのかな、もうちょっとあるかもしれないね。開けてくれてないやろ、まだ。見てもらうとすごいんですよ。これみんな怒ってんねんな。このね、扉が、金具の扉がね、怒ってありますね。中が見られへんみたい。牧野古墳は奈良県北葛城郡広陵町馬見北にある古墳。牧野古墳って言うと思うよ、あなた。バックヤード誰も読めんわね。牧野バックヤード古墳、はい。石棺が1基、石棺が2基入ってるな。6世紀末、6世紀末にしてはちょっとね、荒いんだけどね、作りが。これは正面の入り口の大きなね、蓋の石でございます。円墳で 55m で高さ 13m、 石室が、船道が 10m、高さが 2m、 幅が 1.8m、 原室が長さ 7m、 幅 3.5m、 高さ 4.5m。 もう大きいの大きいねんな。 4.5m、 そしたら環状工法にも負けとるかね、高さで言うたらね。まあこれはやっぱりその当時やったらね、代表クラスの墓かもしれんな、こんなに大きかったらね。ちょっとな、あれ石棺2基ね、かすかに分かるかね、石棺2基。横の石がね、6世紀の末の石ではちょっと荒いような感じはしないじゃないやけどね、あんまり整形されてないんだけどね、整形されてないでしょ。これあれ2基の石棺がね、組み立て式か、ちょっとはっきり分からんな。入りたいけどね、ちょっと時間が早いからね、入られへん。10時からやったらね、会社間に合わんのに、会社ね、しゃあないね。もう9時半だけど、あかんか。なんか回ってええっていうような感じはなさそうやね。もう回ってんねんな。円墳の直径が 55m。 これちょっとおかしくなってるよ、ここは。この高さやもんね、 15m。 ここ上がって、この奥にもね、こんもり山があんねんけど、あれ古墳じゃないって聞いてんだけどね、これ山ね、あれ古墳みたいにしちゃないんだけどね。ね、古墳がこれ、こう1個2個3個らあるような感じやけど、ない、違うんですって。ほんまかね。
そうか、これ前方後円墳じゃないやろね。あ、ちょっと違うか、分からんぞ。うん、ちょっと違うかもしれないな、この切り込みから言うと、この辺のね。あと30分待たれへんからね、残念やけど帰らなしゃあないね。明日も来たかで一緒やな、これ間に合わんね、10時やろ。どうしようかな、明日ももう一遍来るか。明日は11時オープンにして店、そうしましょうかね。これもほら雰囲気を残ったらこれ違うと言われへんだけどね。昔と同じこと誰か見てたけどね、ここも英風みたいな感じになってるよ言ってね、二条段でございます。正面が二条段です。この辺から形悪いね、人しか山見えない、徒歩が見えないからね。馬部丘陵公園は見えないのかね、こっちなのか。ああ見えるか。こんな感じかね。ああすごいね。お姉さんお姉さん、俺はこの方、ママの方、タコエでこう。え、いやいや。気になりますか。なんで？いやいや、ほんまほんま。滑るんでね。こけると危ないんで。なる。そんなこと言わんとさ、この音がええねんでこう。あ、なんか。申し訳ない。私はそう思うんやけどね。他の方もいっぱいまた葉っぱ打ってて。いや、そら大きさの方がええのよ。どこ行っても綺麗にしてあるけどさ、はい、今日はちょっとね、うん、こうあの古墳の見学会みたいなのがあるんですよ。あ、そうなんですね。外国の方？そうなんです。で来られるんでね、こっちがあったらやっぱり困るんですよ。いや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 。今日これね、10時から3時やて。今日は10時から3時ですね、爆薬古墳。残念でした、間に合いませんでした。6時間と間に合わへん。明日雨やからね。本当は今日ね撮りたいんだけど無理やね。残念でございました。明日時間があれば朝寄ってみますわ。11時に店オープンするにしてね、15メートルぐらい高さあるのかな。円墳で55メーター、昔は70メーターとか聞いたんだけどね、55メーター。はい、ありがとうございました。爆薬古墳でございました。ありがとうございました。